バリエは、アイ c でハイが、術が、ドテレシが、デーを不服とする二元仕立て裁判所、2022年2月14位となった。 カミラ・ワリエワ選手のフィギュアスィ女子のー選手でロ、ロシアオリンピック委員会の、カミラ・ワリエワ選手から合流した検査で、今、エクジビシ性反応したシェルバカワやトルチジがロシア選手処分を解除した問題で、かす、私たちの学校の生活の最初は、1年1日、愛用非常に困難なオリンピックサイクが終了 私たちは、世界安置同士分析してから、この決定を不服とする申し立てがあり、私たちはスピーであり、 団体月曜の北京オリンピックのフィギュアスケート団体でメダルの上昇式が行われず、ーで一部の海外メディアから金メダルを獲得した、ロックの15歳カミラ・はリエワ選手にドーピング違反の疑いがあった団体いたメダルを獲得した。これ後について大した、ドーピング問題にを担う、昨日微笑んでいた人たちが、 突然離れていき、無視され、ジャッカルのように攻撃されましたなどと振り返った。長文の投稿には割り絵はも、いいねで反応。半日で17万人超が、いいねを押し、7500件を超えるコメントが寄せられている。金メダル確実とまで言われていた、割り絵はだったが、フリーでまさかの転倒が続き、4位。 演技後、エテリ氏がなぜ途中で諦めたなどと問い詰めたことが海外メディアで報じられていた。ワリエワ騒動で浮き彫りロシアの狂気的アスリート育成の実態。背景に頭より筋肉の思想。生まれた国が悪かったのか。フィギュアスケート女子シングルで4位に終わった。 カミラ・ワリエは15、6、ロシアオリンピック委員会のドーピング騒動に揺れるフィギュア界。国際スケート連盟、イスでは五輪などシニア大会における出場年齢制限を15歳から17歳へ引き上げることが再検討され始めた。画像あり、問題だらけの北京冬季五輪を彩った。 海外強い美女金メダリスト名鑑。ドーピング騒動で改めて浮き彫り。ロシアフィギュア界では2008年にエテリ・トトベリゼコーチが就任。彼女の教え子がフィギュア界を席巻し始めてからというもの。選手の低年齢化と使い捨てが目立つ。14年、ソチ五輪団体金に貢献した。 リプニツカヤ23は当時15歳。4年後の平昌五輪でも活躍が期待されたが、接触障害で現役を退いた。その平昌で15歳で金メダルを獲得したザギトは19も銀のメドベージェは22も五輪出場は一度だけだ。 ジュニア世代を含めて選手層の厚さはあるにせよ、今回のワリエワ騒動を発端にロシア選手の消耗の激しさなど過酷な実態が改めて露呈した。何より今回、14年ソチ五輪で組織的なドーピング違反が発覚してもなお、15歳の少女が薬付けにされているという事実に、 世界は衝撃を受けたわけだが、ロシアがバリエで IOC が出場はてどこにあるのか、ロシア上司立て裁判所筑波大の年2月は公日。 北京オリンによる行くのフィギュア人間となら有力選手で、6クロシアオリンピック委員会の神谷はリエワ海外から昇平して検査で、禁止薬物がロ性アから出た菌にもかかわらず、原因ですがそもそもロシアという国は頭より筋肉を重視する傾向があは、 体の大きさが強さの所長で、大統領も身長の和田で選ぶというピングからあり、この決ロシアには、歴代の一通りあり、 ノジュンと並べたポスターがありました、ね。今月ら日、北京オリンピックのフィギュアスは、ート団体でメダルのかった。がメのよず一部の海外メディアから、キム・ヨエルトから並ぶた、6区の15歳です。カミラはリエワ選手に、同時ュフはンのて前が見えたと報じられるという体力から、これに身長の低い順に並ぶことがいさを見ながった。 しかし、ロシアは体格による優劣の順番で並ぶ歴史がある。そのせいか、ロシアは日本のような学歴社会ではないという、いわゆる頭の良さは日本ほど評価されない国です。ほとんどのロシア人は学歴に関心がありません。 日本で先生と呼ばれる医者、弁護士、教員はロシアでは三大貧困層。大学教員に至っては高校生の家庭教師のアルバイトをしているほど、1回で100ドルほどのバイト代をもらえるので、本業よりもよっぽど割がいいのです。同じ大学でも科学アカデミーの教授などは、 政府の政策立案に関わる仕事をするため、給料が高い。ロシアで高級取りと言われる職業は、銀行員、政治家や天然資源関係企業など、いずれも政府と仕事をする職業ばかりです。家中の15歳ワリエワが、わずか休養1日で、練習再開ロファン喝采。素晴らしいジャンプだ。 ロメディアが練習再開を報道ファンリンクに戻ってきてくれて嬉しい。カミラ・ワリエは写真 AP。北京五輪のフィギュアスケート女子シングル4位となった。カミラ・ワリエはロシアが帰国し練習再開したとロシアメディアが伝えた。 母国のファンからはリンクに戻ってきてくれて嬉しいと激励の声が上がっている動画素晴らしいジャンプだワリエワが休日1日で披露した4回転から圧巻連続ジャンプ白のウェアを着てリンクを滑走するワリエワは持ち前の手を上げる4回転から連続ジャンプを披露 キレのある動きを見せた。この模様を20日にロシアメディア、スポーツルのフィギュア専門インスタグラムが動画付きでレポートした。17日に行われた女子フリー翌日に帰国。2から3日のうちに練習すると、動向がロシアメディアに伝えられていたが、帰国から1日の休養だけで練習を再開したようだ。 この様子にロシアのファンからはリンクに戻ってきてくれて嬉しい。彼女はファイター。素晴らしい。最高の知らせだね。 バリエは IOC の出場継続だたちを誇りとする素晴らしい財イバーだとの声が寄せられた。いリエは2月大会団体で1 0日北京オリンピックのメダルを貢献した後の有力選手者のが6、ロシアオリンピック委員が6、ロシアオリン PK の契約が6、ロシアなリン p ロション p プのログラム1位で迎えたリジョン PK の契約が6、が相ロシアオリジわン PK の 私は、ロシアで演習を再開催する予定会談所は、14日ジャンプに続き、IOC 国際オリンピックフィギュアスート女子で順位位、世界ランピングとの期間、このカメラを英語で服とするが、国内でし習を再開表しましたことが今月8。24日までオリンピックのフィギュアを指導する体で、メダルの授与式が行われの会 海外金メダルを獲得した、4回転の15歳のカミラ・ワリエワ選手にドーピング違反の疑いがあったなどと報じワリエワの名前について、媒介のドーピング検査を<あ>練習に戻りましたとコメント。ワリエワが手を挙げて、4回転1オイラー3回転の高難度ジャンプを飛ぶ姿がアップされた。 ドーピング疑惑が発覚しながらも五輪に出場したワリエワは18日、モスクワの空港に帰国。100人規模のファンに出迎えられる様子が地元メディアに伝えられていた。五輪、フィギュアは最も記憶に残る大会に、薬物騒動などで、北京20日、ロイター、北京冬季五輪は20日に閉幕。 注目競技の一つだったフィギュアスケートは、大会前に期待されていた形とは異なるストーリーとなったが、五輪史上最も記憶に残る大会の一つとなった。フィギュアで話題の中心となったのは、15歳のロシア人、カミラ・ワリエは大会前は圧倒的な実力から金メダル候補として注目され、 実際に団体戦ではシングルの代表としてロシアオリンピック委員会ロックの優勝に貢献し全評判通りの輝きを放った。しかしその直後にワリエワの運命は安定した。昨年12月に受けたドーピング検査で禁止薬物トリメタジジンの陽性反応を示したことが 五輪開幕後の8日に判明、突如起きたドーピング疑惑は世界中に衝撃を持って広がり、ワリエワはその後に控える競技への出場可否をめぐって大騒動の中心人物となった、最終的にスポーツ仲裁裁判所、 カスが出場を認め、家中の人となったワリエワは15日のショートプログラム SP ではミスがありながらも1位となったが、その後も騒動は拡大。精神的に平静を保つことが難しい状況の中、17日のフリーでは大会前には想像もつかなかったようなミスを連発し、表彰台にも届かなかった。 フリー演技後のワリエワイの様子は痛ましいものだったが、コーチのエケリトゥトベリゼ氏が取り乱す教え子に対して、容赦なく問い詰める一幕があり、一層後味の悪い状況に、国際オリンピック委員会 IOC のトーマス・バッカリーがその様子をような様子を主張したとするこの一で裁判所は、 ロシアは2022年2月払拭日、北京オリンピックのオリンピック関係6ロシアはオリンピックに投げかけることになりまカミラ・ワリエワ選手から、ダンシップングピック、ハニで、植物の養成所の大会にもかかわらず、一時的なしで、近く処分から解除した問題で、開幕後も、19歳でなかなか所は、見せなかったことで しかし、国際法に上がった協議出場が、世界安て安心のせたものメディアを受手があり受理したと述べたと述べた。 公立8日、北京オリンピックのフィギュアスケートしたいで、まさか予式が行われ、ずで部の海外回ディアから、金メダルを獲得したロックの15歳、カメラはリーマ戦を取られ、その後の4回転でも、4位終わった,た。これについて、それでも、大会のドーピング検査を担うするスケート連盟。 椅子公認大会で初めて認定され、羽生は表情に立つたびにファンを熱狂させて存在感の高さを改めて証明した。ワリエワ問題の下中で、米フィギュア選手がメディアに告発したロシア女子の奇妙な光景。北京五輪フィギュアスケート女子で4位に終わったロシアオリンピック委員会。 ロックのカミラ・ワリエワ15のドーピング違反が波紋を広げる中、新たな疑惑の証言が飛び出した。写真、帰国したワリエワを熱烈に出迎えるロシア国民。ロシアメディアチャンピオナットは、米国の元フィギュア選手、ポリーナ・エドモンズがポッドキャスト番組スケーティングレッスンで、 奇妙な光景を見たと、ロシア女子のある行動について語ったと報じた。エドモンズは2013年に福岡で開催されたジュニア GP ファイナルに出場。その際、後に平昌五輪で銀メダルを獲得するエフゲニア・メドベージェは、マリア・ソツコワ、セラフィマ・サハノビッチのロシア3選手が、 不思議な行動をとっていたという。控え室で練習前の準備をしている彼女たちと一緒に座った。コーチも出てきた。彼女たちは靴紐を結び冗談を言いながらクスクス笑っていた。リンクに出る5分前になると全員が小さなボトルを取り出した。スポイトがついていてそれぞれ数滴ずつ飲んでいました。 ある人は医者が飲み込めないって言ってたよと言い、もう一人は大丈夫と答えていた。何か変だなと思った。さらにエドモンズは3人の驚異的な姿を目撃する。彼女たちはリンクに足を踏み入れるとすぐに最初の1分間で3回転ルッツ3回転トーループをやっていた。 当時、私は15歳で、彼女らは13歳、くらい。三回転ジャンプのために、ストレッチをして体を整えるのに、私は15分もかかった。でも、ロシア人は40分間、不思議なくらい頑張っていた。練習の最初の30秒で、三回転ルッツと三回転トーループをする人は、見たことがないと、 強烈な印象を残したといオが、 エイト上、継続的に追い抜くとについても、絶対価値があると語られる。2022年2月フィギュア勢に対する厳しいオリン戦はマスバファイダー、フィギュアの有力で、彼に感謝します。オリンピックの元ユーロの選手ですが、同時に、フィギュア勢の人物が同時に、フィギュア勢の動物の陽性反応がにもかかわらず、価値が割合は15章分を解除した問題 で米国の中継済裁判所は1 1日に IOC を務めリンピック委フ会ギュアセレクト初話題が世界を誇ーピング機構からこの定を時代を不服とする申し立てがあり、会説を務めたのは日本でも今年の初オリ愛称でクのフィギュアスケート団体で メダルの授与式が行われず、ず一部の海外メディアから金メダルを獲得した6区の15歳、神谷はリエワにその中で生き延びた発言の疑いがあったなどと報じられていた。これに合わて17日に行われたフリーで担う、するなど、まさかのミスを連発。 演技後は号泣し、あまりの悲惨な場面に世界から擁護する声も出てきている。だが、ワリエワがミスを連発した直後に、ウィアーは神に感謝しますと絶叫。ワリエワの成績は暫定となるため、メダル圏内の場合は表彰式が行われない方針だったが、4位と沈んで、 3位までの選手へメダル授与が決まったため、リピンスキーも他のすべてのメダリストにその瞬間を与えてくれてありがとうと続けた。さらに、ウィアーは追い打ちをかけるように、それが物事をクリーンにしたと興奮した様子で語ったのだ。メダルを獲得した選手に、 ドーピング問題の影響が出ないことを歓迎した二人の気持ちは分からなくはないが15歳のワリエワが泣きながらミスを連発する姿に大喜びするコメントを疑問視する指摘も出ているワリエワの精神的ショックを増大させることにもなりかねないだけに今後波紋を呼びそうだ平昌五輪の金メダリストがワリエワを リンクに立った時点で勝者と参事トゥトベリーゼ氏の失責には苦言。北京五輪。トゥトベリーゼ氏の対応に泣きたくなったと嘆き。失意の割合は右に辛辣な劇を飛ばしたトゥトベリーゼ氏、左。その振る舞いに五輪王者も嘆いた。スータの名スケーターたちを育て上げてきた。 ンワンコーチに対する批判の声は絶えない。各国メディアにその矛先を向けられているのは、ロシア人コーチのエテリ・トゥトベリーゼ氏だ。っか開催中の北京五輪の女子フィギュアスケートシングルスの金メダリストとなったアンナ・シェルバコワも育成したトゥトベリーゼ氏。彼女が世界的に大きくクローズアップされたのは、 2月17日に開催されたフリースケーティングフスでのワンシーンに理由がある。この日の最終滑走者として登場したマナデ氏のカミラ・ワリエはロシアオリンピック委員会がミスを連発。当然大きく評価を下げて4位となったのだが、涙ながらにリンク脇に戻ってきた15歳に対し、 トゥトベリーゼ氏は、バリーアーの ioc が、出場を諦めた決定を不説明とする申し立て裁判所より2022年2月大会2回中にカ京森になったドーピのュアスケート女子の有力選手でロック、ソーシアオリンピック委員会のカミラ・ワリ選手から、ドーピング検査で、7止薬の物の陽性反応が見が、記事にもわるよに、 は、一時的な視覚記者から、否定の声が問題で、 カッソを広げた、中世裁判所は11日、1た、12時、18日、国際世代には、天章界と、またで、赤メダチをーピした、機構から、この決定を含む、オール申し立てがあり、重要だと発表しました。今月8日、北京オリンピック、わずか15歳の土台で、メダルの授要性が行われず、一部の,の海外メにィってら 金プリの選手にドックの重要なのは神谷ワリエワ選手に、もしも私のや関係者から報じられました。これについて、ただ、大会の同級な検査を担う、北京で起こったことは、二度と起こしてはならないと断じたサフチェンコは、このスポーツを傷つけるだけでなく、オリンピックそのものに対する夢や、 誰もが望む希望を傷つけると持論を展開。ワリエワに対するプットベリーゼ氏の対応にもあんな風に扱ってはいけないと疑問を投げかけた。彼女を見ていて胃がおかしくなりそうだった。このままではいけないと思う。時に子供の選手は親よりもコーチを信頼していることがある。だからこそ。 こんな負け方をしても救ってくれるんだという気持ちが一番大事になる。それなのに彼女は戻ってきたカミラを抱きしめることもせずどうして諦めたのと聞くだけ。私からしてみればカミラはリンクに上がった時点で十分に勝者。他の人なら舞台に立てすらしないはず。自分の演技を表現するなんてもってのほか。 指導者なら、まずは休みを与えて、プレッシャーから解放させるべき。ウッドベリーゼ氏を球断したサフチェンコは、人間として、私はカミラが一度すべてのことから離れて、新しいチームでやり直すことを進めるとアドバイス。最後まで重圧に苦しんだ、ワリエワーを思んぱかった。北京五輪ワリエワ議論で消えた。 メダル授与式。団体戦3位の日本チームはバッハ会長との対話を拒否。北京冬季五輪フィギュアスケート団体戦で2位と3位になった米国と日本の選手らはメダルを手にすることなく帰国することになった。写真、ワリエワとトゥトベリーゼコーチ。スポーツ仲裁裁判所。 カスは20日、米国代表チームにメダル授与許可要請を棄却すると伝えた。AP 通信はこの日、デンマーク、フランス、中国出身のパネルが19日午後遅くに集まり、2時間30分にわたる会議をした後、米国代表チームが提起したフィギュア団体戦メダル授与式を 五輪閉会前に挙行してほしいという要請を帰却した。フィギュア団体戦2位になった米国選手9人は銀メダルを受け取らずに帰国しなければならないと報道した。北京五輪では、 アリエは、あいメダルを渡させ、大会負けコテを不服とする、認定裁判所受理、2025年2月15日、公式の,のメダルを決め、メダルの揺らさで、メダルで渡してく、イリューアオリンピック委員会が、カミラ・ワリネワ選手が、ロシアを決める、倫委員会禁止薬物の要請反応がほとんどありません。 停止処分を解除した問題で記念撮影をし、かつ、スポーツた裁メダルプラザは、11日、IOC が、ここに予定されていたが、今回と、ン田、世界安置会、グ機構から、この決定カミラ・ワリエワ、16回、受理したと発表しました。した今月8日、ワリエワが、昨年の12月に、ケート団体で、メダルの授与式が行われ、ず一部の 海外メディアから金岡も出すと、金子役の18人で検出し、しかし、同志や敗犯の疑いがあったなどと報じられました。これについて、今月の同期の18人の検出を通知し、暫定出場停止処分を出したが撤回した。 IOC 世界アンチドーピング機関和田国際スケート連盟椅子はすでに団体戦が終わった状況で個人戦出場だけでも防ごうと異議を申し立てたがカスはワリエワに回復できない被害を抱かせかねないとしてワリエワの個人戦出場を許容した これに対し IOC はワリエワのドーピング関連疑惑が完全に解消されるまで彼女が入賞した競技の授与式は開かないと宣言した。一方 IOC のバッハ会長は米国のフィギュア代表選手らにトーチを送ったが米国フィギュア代表選手らは授与式無期限延期を 当地でなだめることはできないと抗議した。日本のフィギュア代表チームは、バッハ会長との対話を拒否した。米国代表チームは、弁護士を通じて、バッハ会長に、フィギュア団体戦のメダル授与式開催を要求する書簡を送り、カスに提訴する手続きも踏んだ。 だが、フィギュア団体戦のメダル授与式は開かれなかった。これに対し、ベースケート連盟関係者は、ワリエワのためにメダルをもらう資格がある選手らが、手ぶらで帰るのが正しいことなのか、と怒りを表した。ワリエワは、フィギュア個人戦で4位にとどまった。 ワリエワが3位以内に入らず、フィギュア女子個人総合の授与式は正常に開かれた。AP 通信はワリエワのドーピング関連疑惑がいつ解消されるのかわからない。米国選手らが数ヶ月または数年後に北京五輪のメダルを受け取るかもしれないという意味と伝えた。